ここは多分ね、振り返ってなんかしてくれたー、オッケー完璧、振り返ってなんかしてくるんだよねとか言った瞬間にしてきた。さあそれは完璧な反射神経だ。おコンビネーションセコン、オッケー、ブースト中のこれは強力だぜ、オッケーオッケー、よし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 、オッケーオッケーオッケー、はい、はいどうも、ひたまりです。今回はね、ゴールデンキャンペーンガチャ第2弾ということで、まあ動画にしていこうかなと思います。まあピックアップされてるキャラは、ですね、今のキャロットさんちょっと見えてしまったんですけど、まあキャロットさんじ、ハンコック、ロー、オナミということで、まあ僕は確かね、ローくんとサンジは100レベルでは、まあオナミね、もうそろ100レベルだったんですけど、まあ育てる気もないんで、まあちょっと、まあ当たってもまあいっか。まあそんな感じっすね。まあ環境に入るようなキャラはまあ本当にトラバルゴーゴーローぐらいで、まあこのピックアップのステップアップのまあ付属のやつもまあ俺の中でそこまで良くないんで、まあこのピックアップされてるキャラがどうしても欲しいっていうキャラ以外は別に引かなくていいと思うんですけど、まあとりあえずね、みんなを見たいと思うから、まあガチャ引いてリーグバトルやいろいろ潜っていこうかなと思います。レッツラゴー。さあやっぱりね、ロー君ぐらいっすよね今の環境。うん、もっといきなり確定、これはまだ3ポイントだから絶対、おーっとこれは古いっす、ビッグアップ確定か。いやーちょっと全然違うわ、14か。ここで14はちょっと渋いな。あー、ここで赤引きか。ピックアップ確定ではなさそうっすね。いや、まあまあまあいいでしょう。まあ星4が当たるだけでも取れ高バッチシなんでね。ありがとう。だってさ、これガチャでさ、ポイント足らなかったらもう取れ、もうすぐスキップして終わりだからね、5体目。OK。6体目、5体目だけに5体目はしなかった。なんでもないです。8体目、9体目。おーっと、ビッグアップ確定、キャロットが来い、普通に嬉しい。普通に70レベル、あ、60レベルだから、ちょっとリーグバトルさすがに使えない。これ70レベルかな、使えないんで、まぁ、ちょっとあれですけど、まぁ、ハンコックなり、まぁ、アカローだったり使っていこうかなと思います。おなみもね、使おうかな、レッツラゴー。はい、ということで1戦目やっていきたいと思います。まぁ、1戦目はサンジ君と、ハンコックでいこうかなと思います。まぁ、サンジ君はね、まぁ、意外と強かったりね、やっぱりこの逆転力はあるんで、まぁ、でももう少しね、飛距離が伸びたら、めちゃめちゃ強いのかなって思います。オッケー、さすがに一発二発。さあ、オッケー、いいよ。さああとは無敵スキルか、警戒するのはまあってことは余裕だ。おーっとナイス、ありがとう、無敵スキルだけだぜ。まあヤバくなったらね、こっちから向こうも行けるんで、言うて、さあそこをねうまく活かしていきたいんですけど、さあでも通常攻撃、ああ勝ちそうだな。まあまあ とりあえずここ貯めて、向こうもねロジャーさんがまあ貯めてるんですよ。なんでかっていうと、やっぱサンジ君がね、サンジ君がいるから、やっぱりね、あのなかなか行けないんですよ。そう、オッケーオッケー、ほらほらほら、結局それで4人目が取れてしまう。サンジ君を警戒するべきや、警戒しまくってしまうがために、やっぱり結局取られてしまうと。オッケー、それはね、やっぱサンジ君驚異的っすよ。ほら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 、お前はこっち来ようとしてんのか、お前は別に守ろうと、どこいる。オッケーオッケー。さあ、あっちやばくなったんだけど、まあそこはね言うて、はい、うわ気づいてた、お前めっちゃフェイントかけるやん。しかし俺もなんかいけるわ、俺もいけるわ、なんかオッケーオッケー、無敵スキル、これね無理なんだよ。これさ、どっちか避けれるようにしてほしいよね。なんかこのコンボネーション、コンビネーションセコン、オッケー、ブースト中のこれは強力だぜ、オッケー、これワンチャン回復するな全部。オッケーオッケー、これで 70% 回復が入るな。さあいいよいいよ、それはでかいぞ。オッケー、全回復。 70% ってなんか中途半端やな、中途半端ではないんだけど、なんて言うんだろう、その速い脱出速度、なんなんだよ本当それ。おい、しかもおい、見てから避けれない、吹っ飛ばし、あ、もう桃源突破って見てから避けない、あ、吹っ飛ばしみたいなもんですよね、桃源突破って。もう吹っ飛ばしスキルじゃないですか普通に。さああとはハンコックということで、ちょっとハンコックね、僕普段使ってないっていうちょっと言い訳を挟んでいきたいと思います。普段使ってません。どうやって使えばいいんですか。さあ、さすがに桃源突破溜まってないでしょと。オッケー、うわー、回避をしてますけどね、これ本当に回避がむずいよ。まあ回避押してたけどね。だって回避のボタンさ、押せてるってことは回避は入ってるってことですからね。そこら辺ちょっとハンコックもう一回使おう。もう悔しい。おい、行くと見せかけていかない。行けー！オッケー、飛ばして。さあ、あ、サンジ君。あ、もう一人サンジ君いた。さあ、オッケーオッケー。で、やばくなって、こっちはやばいと見せかけるじゃないですか。次あっちなんですよ、実は。これあっちなんですよ、スカイウォークを、まあ、リッチに使っていく、こっちなんですよね。さあ、ここを取れてしまって、まあ、ブーストが来ると、これによってブーストが早まるんですよね。まあ旗を奪取することによって、さあここは多分ロジャー1人で取れる、この機動力っすよ本当に。さあスカイウォークも準備万端ではないけど、まあ準備万端っちゃ準備万端。あっち行ったらスカイウォーク使って、まあオッケーオッケー、完璧。ここが
オッケー完璧。さあサンジ君意外とね、やっぱおでんさえ気をつければオッケー、それは無理。まあでも1残る特性も強いんで、オッケーナイス、普通にいいね。はい、ということで2戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。と、いやちょっとね、もう一回やらせてくれ、サンジハンコックパーティー。ちょ、ハンコックのいいところがないんだよな。まあやっぱそれはあれなんですけど、オッケー、とりあえず使い持って相手ロジャーロジャーおでんか、おでんおでんおでん、オッケー。いや使っちゃってくれよ、トーゲント使う。あー、それが一番きつい、それが一番きついのよ。さあこれほら押し出し、もうこれ吹っ飛ばしスキルよね。オッケー、これは吹っ飛ばしてオッケーで、これ多分 70% 回復入りますね。これ 70% 回復、オッケー。峠も通り過ぎる、いいじゃん。さあこれは普通に地の利を生かした戦いと言っても過言ではない。さあ、うわー、無敵、そっかそっかそっか、あーやばい、取られる、スカイウォーク、蹴れ、オッケー、これ蹴、いやーロジャーかっこよすぎかよそれ。スカイウォーク中に蹴んなって、スカイウォーク中に蹴ったらそりゃもうかっこいいや。おー、オッケーオッケー、ハンコックの見せ場来た。さあさあ一発で回避読んで、オッケー、よし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 、オッケーオッケーオッケー。あ、意外とこっちのスキルは早いんだ。そっかさ、石化短いとかあるんだよね。ちょ、そこら辺はうまく気をつけないとダメですね。うわ、ウソップだるいな。あ、カムサレ多分溜まってるよ、気をつけて。オッケー、あ、しくった、やめて、カムサレだけ撃つな、カムサレだけ撃つな、カムサレだ、うん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 、ウソップにくい。ウソップお前にくいわ。うわ、ウソップにくい。うわ、今いけた、ほんとウソップにくすぎだろ。肉ってなんか言い方やだな。さあ、オッケーオッケー、まあいいだろう。あ、これいけんな。おいおい、ロビンちゃんじゃなくて、ロジャースちゃん、それはちょっと好きだらけ。さあ、オッケー。さあ、ここはあっち大丈夫。で、スカイウォローかな。スカイウォって、あ、ゲージ溜まってない。おでんを引きつける。おでんを引きつける役目。これ裏取りの役目じゃないです。おでんの、オッケーオッケー。ほら、これでもスキル2つを使わせた？俺は天才。さあ、ここは、オッケー。オッケー、よろけ向こうも剥がした、よろけ向こうも剥がしたよ。オッケー、あとはまあ十分、オッケー、時間稼ぎとしては十分。さあオッケーオッケー、相手も相手でなかなか、いやー、まあまあ無敵スキルも使わせた、完璧だな。まあ裏はちょっと崩壊してるけど、まあそれでも相手ブーストだったからしょうがないよ。逆にあの裏で言ったら多分またやばかった。うわ、おでん、あれせこいよな、あれ取れるってもう涙涙涙ですよ本当に。あ、でもこれ中央取れる。さあロジャーはオッケー、オッケー、いける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 。さあ優勢だよ優勢だよ。さあチャージスキル、ここだ、オッケー、石化しろ。あ、どこ行った、吹っ飛ば、吹っ飛んだか。あー、ロジャー4って一番きついタイマーをかまされ一人使ってる。オッケー、さあここ、通常攻撃に合わせて、オッケー、完璧だけど、うーん、2人は無理や。あ、でもいい感じにタイミング変わった説だ。おー、おでん強えな。いや、いいタイミングで変わった説あるぞ。これ守るか攻めるかでめっちゃ迷う。ゲージは減っている、ゲージは十分減っている。さあここはオッケーか、え、完璧なところに飛び込んできた。あはははは、通常攻撃だ、オッケー。うわ、完璧な吹っ飛ばしだなこれ。え、これ完璧な吹っ飛ばしだね。あ、ルフィありがとう、もう一人のルフィも頑張れ。おー、ルフィナイス。うわ、すごくない、この超フェス相手に。はい、ということで3戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ちょっとね、使おうとしたんですよ、オナミ、オナミ使おうとしたけど、ちょっとブースト玉があまりにも少なすぎるんで、ちょっと使わないっすね。ちょっとすいません、そこ使わないっていうか使いたかったんだけど、さあそれは当たんない。そう、ここは多分ね、振り返ってなんかしてくれたー、オッケー完璧、振り返ってなんかしてくるんだよねとか言った瞬間にしてきた。さあそれは完璧な反射神経だったね。さああとはハートダッシュでやられるもん待つだけ。さあ、うん、あとはハートダッシュで多分もうやられるんで、あのおでんさんは、はい、オッケー、じゃあ行くか、攻めるか。でも結構だるいんだよな、ウソップ。うまい、それはうまいけど、ダウンの方が早かった。さあオッケー、やべ、完全にやられた。あ、ロジャーさんいる、オッケーオッケー、ロジャーありがとう、来てくれてありがとう、助かったぜ。あ、うまい、それはうまい、それはうまい、それはうますぎる。さあさらに気絶が入ってしまう、なんていう風なウソップだ。いやー、うま、う、うん、うまい&かわいそうって感じですね。いやー、でここで、あ、裏マルコか、いいね、おい、使っちゃえ使っちゃえ、ちょっとここ2人行っちゃダメだもんな。さあここ俺が通り抜けよ、オッケーオッケー。さあ完璧な通り抜け。さあそしてあっちを守っていきたいところ。あ、でもディフェンダーにか、いや、こういう時にディフェンダーってあれですよね。あ、でもさ、これ入んないんだよね、その状態異常が、そのフランキーって、それがめっちゃだるいんすよ。さあここ入って、あ、でもよろけ向こうがついちゃうか、オッケー。さあとりあえずオッケー。さあマシンってさ、電気ってどうなの、それ知らないんだけど俺。オッケー、いいね、完璧。さあ普通にやっぱ強いね、素の戦闘力。なんかね、最近よろけ向こう、まあ、ついてるキャラって強いんですけど、まあやっぱりね、そのあれっすわ、その
やっべ、ハップで。あー、間に合わなかった、ごめん、無理だ、ごめんな。今ちょっと譲っちゃったんだよな。やっぱ譲んない方がいいのかな、ああいうのって。あ、でも取れるな。オッケー、ここに俺がいる限り、オッケー。オッケー。せ、終わりかけよう、メス。オッケー、完璧。さあ、いいよ。さあ、やっぱ強いね。さあ、ここは。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、いいよ、いいよ、いいよ。さあ、いいけど。あ、なんで感電した？あ、なんかのか、な、何感電した？今ゴロゴロメダル誰かついてるべ。あれ、なんで感電したんだ今俺。カウンターなんでか、え、まあまあいっか。あれ、相手感電のキャラいない。あ、こっち3点取れてるんで、まあここ守れば勝ちっすよね。うん、でワンチャンアーチ取れればいいぐらいでいいと思うんで、さああとここ守れば勝ち。さあ、おでんだけだよ警戒。あー、ここでビッグマムか。ゾロの天敵のビッグマム、天敵なんだよな。あの、あ、スネークがいてくれてる。でかいよそれは、それはでかいんだよ。さあ、終わりかけのブーストのここを狙っていく。オッケー。さあ、時間は稼いだ。いやー、無理かー、これきついぞゴロゴロは。さあ、しかし見えないところからのこれ、オッケー。さあ、熱い。ゾロくんも熱い。まあ、ゾロピックアップされてないけど、ごめんなさい、赤属性いなかった。さあ、オッケー、裏は大丈夫、ここ吹っ飛ばしだけ。さあ、オッケー。さあ、いけるね。さあ、ありがとうございました。いいね、普通にやっぱゾロくんもローも強い。はい、ということで4戦目モッカーアカローやっていきたいと思います。ちょっとアカロー楽しいな、アカローめちゃめちゃ楽しいわ。いや、なんかね、やっぱなんか基本スペックがいいからね、なんか通常攻撃スキルとかね、いろいろ入れるとめちゃめちゃ使いやすいから。さあ、ここはとりあえず刀剣突火だけまた警戒したいんだけど、オッケーオッケー。さあ、相手ロジャーさんがなかなか、あー、スタート言いましたね。まあなかなかできなくてと。オッケー、ナイスナイス、これで取り際やられない。オッケー、でかすぎるそれは。取り際やられなかったのでかいよ。しかもヨロケ向こうも剥がしてくれてる。さあ、でかい。相手はもう劣勢だからねこの時点で。さあ、カッコつけていくが、さあ、カムサリもちゃんと見えて、そっちのね。おっ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 、ハートダッシュ入った、入ってないか。まあさすがに入んないか。さあ、ごめんなさいと、そこはごめんな、あ、あっち取れるな。さあ、ロジャーさん、あれだ、アタッカーって最後まで貯めない方がいいよな。俺やっぱ貯めない方がいい派なと思うんですけど、しかもアーロンパークなんて最後ね、あれだから基本。さあ、取り際を守ってあげたい、オッケー。さあ、取り際守って、さあ、ミスも、いや、カムサリもう溜まった、さっき使ってたから溜まってないと思っちゃったじゃん。いやー、これちょっとね、ゾロくんはロジャーと相性が悪すぎるんで、あ、でも行かないとダメだな。ちょっと味方がやられちゃってるんで、まあ俺踏まえて。さあ、取り際行きたい。あー、コアラの方向くなよ。オッケーオッケー、完璧。うわー、スネークマンの方行っちゃったか。なかなか。さあ、めんどくせえぜ。かっこつ、なんでめんどくせえぜとかかっこつけた？オッケー。オッケー。オッケー、完璧なタイミング。あれ、あぶれ、なんで当たってなかった。まあまあまあいいでしょ。なんで大戦世界が当たってなかったか分かんなかったですけど、まあ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 。さあ、オッケー、信じるぞウソップ、ウソップ信じる、やってしまえ。オッケー、うまっ、俺今のうまくね、めっちゃうまくね今の。チャージスキルはしっかり回避していくこのセンス、ちょっとあるよね、ちょっと合っちゃうよね。さあ、そこは、さあ、オッケー、ここ当たんない、当たるんかい。それさ、もう突進終わっとるやんって俺思いませんかね。さあ、これは非常にまずい状態になった。あー、やばい、後ろにもおでんるしね、やばい、あー、無理やって、このままじゃ無理やって、おでん無理やっておでんガチ突進長いよね、突進終わりきってんのに当たるからね。なんの余韻がいいんだよな本当に。オッケー、開始、オッケー、完璧。さあ、あとはここちょっと裏まか、いや、オッケー、よろけ向こうがまだついてるんで俺には。さあ、カムサリをちょっと見えてない、ここだ、いけー、オッケーオッケー、カウンター失敗を当てていく。さあ、そこはね、ちゃんと予定通りですよ。やばいやばいやばい、ちょっととりあえずここやれちゃいけない、絶対やれちゃいけない、ここ、オッケー、よし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 、奇跡的なジャスト回避、オッケー、あるぞ、ある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 ぞあるぞ、これめちゃめちゃある、めちゃめちゃある、めちゃめちゃある。あー、ジャスト回避ちゃうか、ジャスト回避ちゃうか、今のジャスト回避ちゃうか、絶対ジャスト回避だと思ったけどね。ありがとうございました、すいません。